今日はですね、ニューハレさんに伺ってます。よく合ってた。よろしくお願いします。包帯に粘着剤がつくと料理で便利であろうってことで作ったのがこのニューハレで、2008年の OS 製シリーズに出させてもらって、でこう貼って貼ってってやっていったら、やっぱ周りの、あとブログとかでも、Twitter でも発信してたんで、商品の形で V です。V で V です。で、ネーミングがそこから？そうです。はい。全部このように覆ってしまうことで、まずこの大事な筋肉の下腹全体を上からカバーして、膝のお腹の上まで行ったら、カバーカバー。筋肉の下をグッと持ち上げると、こう潰れたアーチが、ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。52歳ですが、52歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチ出していきます。ここはね、静岡県の磐田です。ここに来た目的は、僕が今後ガチでね、こう走り続けていくために体のメンテナンスだとか、あと怪我の防止、それから残念ながら、違和感を覚えてしまった時にその動きをサポートしてくれるテーピング、のテーピングメーカーのニューハレさんが磐田にあるんですよ。これからニューハレさんのところに行っていろいろ聞いてこようと思います。テーピングそもそもの効果だとか貼り方、自己流でやってるから教えてもらいます。あとは、テーピングを貼ったはいいけど剥がれちゃったりとかすることもあるので、そうならないようにするためにはどうすればいいかといったところ、それから走りを、サポートしてくれる秘密の貼り方みたいなものがあれば聞いてこようと思います。それではこれから三原さんと行ってきます。アクタさんですね、久しぶりに会うな。元気がもらえそうだ。ガチオのランチャンネル。今日はですね、ニューハレさんに伺ってます。ようこそ。アクタさん、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。どうもお元気そうで。暑いな今手に握ってもらったけど、ギュッて力を込められました。よろしくお願いします。いつもの癖で。よろしくお願いします。今日は時間取ってもらって、いえいえ、いろいろと聞きたいこともあるので、この機会を活用したいと思います。ちなみに、はい、アクタさん、ニューハレ の、 そのブランドって僕は10年ぐらいトレーナーやっていて、その入ったタイミングでニューハレのテーピング使うんだよみたいなことを刷り込まれ続けてきていて、その先輩というか、周りの方にね、いろんなそういう、そう教えていただく機会があった時にはね、だからもうその時点で知ってるんですよ、ニューハレブランドは。だけど、ね、そもそも産声を上げたのはもっと前ですよね、テーピング自体のね、はいはい、その辺の話をちょっと。そうですね、実はこのテープは、2025年迎える、25年に50周年を迎えるんですね、このニューハレ。マジですか。もう半世紀で、そもそもなんでこのテープができたかっていうと、私がそれこそ来年が創業110周年になるんですけど、この静岡県の浜松とか岩田って遠州っていう、それこそ家康さんのよく活動してたところが、機織業が盛んで、で織物をずっと作っている中で事業転換をしているうちに、一度その60年前に包帯を作ったんですね。で病院ルートができて、で私の父が、包帯に粘着剤がつくと病院で便利であろうってことで作ったのがこのニューハレで、実は売り上げの8割がまだ病院向けの点滴針の固定とか、手術後のこのピッて切ったガーゼの固定とかで、はいはい、病院で使われてるんですね。へー。で、病院で点滴針が外れると医療事故になるので、はい、剥がれては困る、で今度つけ続けてなきゃいけないんで、かぶれては困るという、この2つの品質が剥がれにくい、かぶれにくい、これがガチョウさんであり皆さんのようなマラソンランナー、
トレイルランニング、トランスジャパンアルプスレースとかね、あの人たちもずっと張ってゴールまでニューハレ剥がれませんでしたからね、っていう品質になっているというのが、そもそもこのキネシオロジーテープというものができたきっかけで、で筋肉に沿わせて貼るよといいよっていうことにが40年ぐらい前に、まあ、弊社じゃないんだけど出てきて、で、私の代になった時に2007年あたりかな、2007年、はい、に、トレラン会にとマラソンにスポーツブランドとしてこういうパッケージを作って、うん、っていう風にし始めたのが2007年からの活動。そしたら秋田さんがトレラン業界で有名人というか名物キャラクターになったのはなそのあたり、それで、2008年の OSJ シリーズに出させてもらって、そしたらそれこそ2008年って、OSJ の御嶽100が始まったとこ、はい、で御三家揃いましたっていう、神楽木さん、石川博樹さん、相馬さんがうわっと出てっていうの、ね、でそこで僕がトレーナー活動して、博樹さんもそうだし、まあ、当時は神楽木さん、横山さんで奥宮君って言って、まあ、名だたるトップ選手たちに痛いなら貼るよって言ってダフ屋行為をしましてですねでこう貼って貼ってってやっていったら、やっぱ周りの方、あとブログとかでもとツイッターでも発信してたんで、あの選手も見ている芥田さんならってことでお悩み解決してくれるんじゃないかってことでトレーナー活動し、でそれこそ2009年の、UTMB、うん、あの激走モンブラン NHK のね、 NHK のね、あれにの時にも現地に行って、そこから10年連続でシャモニーに行った。あ、そうそう、だからそういう意味ではランプラストレイルさん雑誌ので、はい、コラムも書いたり、うん、なんかそういうのがあって、うん、まあ、なんとなく認知されたというか僕のね、はいはい、グレートレースでもテレビに映ってるからね、ねえねえ、はいはい、あ、望月翔子さんのね、トルデジアンでね赤いダウン着てうどん作ってたりしてたんですよ。あ、そっか、じゃあニューハレブランドは50年ってことは、はい、僕とじゃあ年は変わらない。そうですね、そうですね、ちょっと先輩ですね、ちょっとだけあ、裏話をすると、うん、僕が生まれたばっかりの時に親父が開発してたんで、はい、四角くこう切った、うん、ニューハレの開発の時に、うん、切ってパッチテストしたんですって。そしたら最初のがかぶれて、で粘着メーカーにうちの息子かぶれたから作り直しだって言って、その時まだ赤ちゃんですよ、ね、あ、もうまだ0歳だったんだって僕が最初のテスター、そうそう、あ、そうなんですか、それでって言って、次に今度のは大丈夫ですって言って1週間ぐらい貼ってて、はい、で大丈夫だったから、ひとまずの会社としてのゴーサインは僕のお腹で、マジですか、そう、で今じゃあこんなにたくさんの製品が、はい、揃ってるわけですよね、はい、そうですね、だからその2007年トレラン会っていう前にその準備をしてたのが2005年あたりで、2005年、はい、そうするとテーピングのイメージって何ですかって聞くと、うん、とにかくこう怪我した時のものでしょ、うでしょう、うん、もう一個が難しい、難しい、貼るのが難しい、あ、でっていうので、これがそのコンシューマールート、要は消費者へ向けての一般人が、うん、あのテーピングを使わないハードルだってことに分かって、うんうん、じゃあ私はもう分かってたから、怪我をする前からそこの筋肉痛になりそうなとこだよとか、捻挫予防だよとか、こう動きを助けてくれるよって分かってたから、うん、じゃあ、そういったことで使うものですよというのを伝えることと、うん、もう一つは難しいという問題に対しては V 型とか、うん、いろんな形にして切ってある、そうっていうことをして、そのうちにとってのハードル、売り上げのハードルもあったし、お客さんにとってのハードルも両方あれするために僕がこのパッケージ作って、今パッケージ綺麗に変わったけどもうちょっと違うんですけど、そうやって商品化をして、で V テープと X テープが出来上がった段階で、2007年のあれはね、福田吉佳さんとランナーズがやってた富士山麓トレイルランニングっていう第1回にランナーズに頼んで、ちょっと出させてよって言ってポンって行ったのが始まり。でもそう、テーピングってね、やっぱり怪我した時
じゃないですか、うん、基本使うの、うん、その概念をぶっ壊すっていうさ、うん、それってめちゃくちゃ大変だったんだよね。大変だったですね。なんかあっという間でしたよ。だからもう15、6年になるわけですよね、うん、あっという間でしたね。今じゃね、少しもうこうやって、うん、もう切られて並んでるっていうのは当たり前だけど、うん、その辺のなんか大変な苦労話とかないですか？いや、ありますよ。だからそれでって言って、うちがその経費を使ってコマーシャルをやれるわけじゃないから、だからなんかもう本当こうゲリラ作戦じゃないけど、もう一人一人に伝えていくっていうことで、だからトレイルランニングレースに出ていく、でお店に東京のお店で立つとか、北京講習会をやるとかっていう、もうでツイッターがちょうど始まったかそこらの時だったんですよね。で一生懸命ツイートしていろんなレース行って自分でレポート書いて、この選手優勝した、ガラケーで、そう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 、そうっていうことをして地道にやってって今日に至る。でもそれは大きくて、やっぱりそれを体感されたトップ選手だけじゃなくて一般の方がニューハレ膝に貼ってみた、いつものこの違和感が出なくて、なんかベストタイムが出たとか、なんかそういうツイートとか口コミがやっぱ広がって、やっとここまで来たって。ちなみにその Vテープなり X テープってさっき出てますけど、はい、代表的な4番打者みたいな、もしくはエースみたいな方で言うと、エースはやっぱりこの膝に V テープですよね。V、V ね、はい、これよく大会でね、そう、ここに立ってる人、はい、いますね。ここがね、バッテンになるから、うん、あのね、膝のね、X テープっていう人もいるんですけど、あのそう、完成っていうか、この商品の形で V ですっていう意味で V なんですよね。はい、でネーミングはそこから、そうです、はい、悩みに悩んだわ、うん、そう、もうこういう感じで V イベントだから、そのアルファベットでいこう。だからこの後、はい、その、こうか、 X テープ、はい、足首用の X テープは、はい、こう X の形になったんで、うん、このアルファベット方式でいこうっていうネーミング、これも僕ですね。それで I テープも出てきた、そうそうそう、で棒状だから I テープみたいな。なるほど、そう、ラブの方の意味じゃないです、ラブの方ではないわけですね。じゃあその V テープの意味というか、そのなんだろう、効果的なところって、はい、そうですね、言うと、で要は今までこの5センチ幅のテープ、うん、このロールをちょきちょき切って自分で切って自分で貼ってくださいっていうのが、うん、今までのテーピングのセオリーだったのを、うん、この10センチの幅にすることによって、うん、ここの大きな面積、うん、これ、膝のお皿のすぐ下のポコッとした骨、うん、ここが前ももの大きな筋肉が全部ここについていて、うん、要は成長痛とかオスグッドって言われるのがここが痛いんですね、うん、この付着部が剥離するから痛いんですよ、成長期。ですので前ももの筋肉がここについていて、着地の時にここにものすごいエネルギーがかかるんですね、うん、体重の2倍とかそのぐらい、うん、それを5センチ幅のテープではなく10センチ幅で全部このように覆ってしまうことで、まずこの大事な筋肉の付着部全体を上からカバーして、うん、ここの安定感が増すんです、ね、なるほど、はい、で今度は膝のお皿の輪郭にテープを貼っていくわけなんですが、はい、この膝の関節を守るこのお皿ですね、はい、で今これ90度ですよね、うん、でガチオさんの膝のお皿のトップがここです、うん、でここからこうしていくと、うん、こんだけお皿がスライドするんですよね、うん、8センチぐらいスライドする、このスライドする動きをテーピングのレールを作ってあげて、スムースに膝痛の起きる原因の一つが膝のお皿のブレって言われてるんですね、うん、のでレールに乗せてあげるということをするっていう、ですのでこれでして、でニューハレ式というのでみんな結構えって思うのが、1ミリも伸ばさず貼ってくださいっていうのがよく僕言うんですよ、ね、それはもう、ね、もう始めた時に、はい、うん、聞きました、ね、うん、で、テーピング講習会初めて出た方ってまず頭にポカンってハテナが、伸ばさないの、伸縮するのにって、うん、それは後で伝えますね。でこれで貼っちゃいましょうってことで、膝のお皿の、はい、あ、お皿の輪郭にテープの中央を合わせていくようにして、はい、例えばこうチョキで持つと楽なんで、うん、でこっちの手だけでこうやって持っていくと、こうちょっとミリ単位で伸びていっちゃうんですよ、ビヨン。ああ、確かに。のでここで位置を決めたら、こちらの手で
こう弱く押さえながらスライドさせてこういう感じで膝のお皿の上まで来たらただただシュッと持っていくだけ。なるほど。でこれでこういう感じですよと、はい、でよく接骨院の先生とかにも言われるんですけど、はい、このお皿を避けて貼らなきゃダメだよって言うんですね。それって今までの伸ばして貼る貼り方だとこのお皿が擦れちゃうんで、うん、こうしろってことになるんです、うん、ニューハレの場合はこれでここで伸ばして貼ってないことでシワが寄るので皮膚が浮いて下の筋肉膝の場合はお皿が動きやすくなるんですね。なるほど。動きやすくなるのにここにレールがついてるからなんかリニアモーターカーみたいになるみたいな、これいいイメージかな。こっちの足で片足立ちして、うん、でこういうジャンプ、この四頭筋のももの筋肉の感じと膝のブレを覚えておいて、うん、でこっちでジャンプしてみる。何か感覚の違いになるんですか。あ、言うと横ブレかな。はい、その横がなんだろう、触れないことはないんですけど、はい、こっちにしてないよりはこっちの方が振れ幅が少ないです、はい、ジャンプをこのぐらい10センチぐらいしただけで感覚が分かるってことは、うん、フルマラソンが、うん、42.195キロ、うん、でそれを1メーターのストライドだとしても、うん、割り算すると4万2000歩なんですよね。あ、じゃあ片っぽの足2万1000歩着地とジャンプを繰り返していくのがマラソン、うんね、そうそう、だから膝痛持ちじゃなくてもその脳の感覚が違うってことはフルマラソンの時にこれがあるだけで、じゃーん、今から2万1000回ジャンプ選手権4時間とかティープ欲しくどうですか。欲しいですか、はい、ください。っていうのは別名フルマラソン 42.195キロってことになるんで、うん、はい、だからまあそういう意味で僕が伝えたいのがさっき言った怪我の時だけじゃないよっていうのが、うんうん、実際試し張りをしてみてご自宅で片足でこういうふうにしたりジャンプしてある方ない方で比べれば違うなってことで、なんか僕が言いくるめたのではなくて納得して使っていただけると思うので、その辺がそういう良さになりますね。フルマラソンもしっかりだけどね、はい、長い距離走るウルトラマラソンとか、そうそれこそ貼った方がいいわけだ。うん、で、東京でテーピング講習会を2週連続やった時があって、はい、で、女性が受けて左の長径が痛い、で、長径のテープの貼り方を教わりたいって教えてあげて、で、膝のちょっとこのサイドもちょっとって言ったんで、うん、長径にこうやって貼るのと V テープをお伝えしたんですね、講習会で、うん、次の週にまたその女性が来たんですよ、うん、あれ先週いらっしゃいましたよねって言ったら、うん、お礼を言いたいのともっとテープを知りたくてって言ってもう一回受講してくれた、こっちの足痛くならなかったんでベストタイムを30分縮めましたって言って、あ、すごいじゃない、すごいですよね、うん、でその後次の日こっちが調子悪い方じゃないですか、調子がいいこっちはテープ何にも貼ってなかったから、うん、こっちの筋肉痛が尋常じゃなくて、あ、そうなんだ、この左右の差、テープあるなしの左右の差にびっくりして、あ、もっとテープって活用できるんじゃないかって言って講習会を受けに来ましたって女性がいて、へー、ってことはあれか、あとさ、やっぱりテーピングは右も左も同じところに貼った方がいいわけだよね。よく質問来ますけども、はい、そう、だから僕が答えてるのは旅行保険をどこまでかけるかっていうことで、うん、どこまで手堅くやるのか、いや片方だけでいいやって言えば、あ、そうですかってなるけども、やっぱり先ほどの女性が言う通り次の日の筋肉痛の出方が変わるってことはそれだけ当日の刺激も入れれるってことだから、うん、テープがあった方がね、うん、ってことはベストタイムに近づいていくという、なるほど、ってなれば僕の聞かれちゃえばおすすめは両方同じように貼ったらってことになる。ので長径だけ、こっちだけ長径痛いって言ったら長径だけ1個やるけど V は両方だよとか、よくあるその今度足首の X テープ、足首とかもよくあって捻挫、はい、癖がある方だけでいいんですかねって言うけど、捻挫、うん、癖がある方は2枚貼ってあげて、うん、より強固に、でも
左はパワーアップしちゃったんでこっち、うんうん、それについていくための保険として1枚だから2枚1枚とかもあるだし、やっぱ保険かけとこうって言えば2枚2枚だしみたいな、うん、トレランなんかだと2枚2枚だし、ロードだったら2と1、うん、じゃあアクサさんこれ今膝に貼ってますけど、はいはい、それ以外に V テープを活用するとするならば、そうですね、でどこにある V テープ買っていただくとこの説明書があって、こ う,、まあ、こういう感じで、実は V テープ膝、肩、腰、ふくらはぎの4箇所に貼れる優れもので、トレイルランニングのトップ選手が派切根なんかで、うん、秋田さん貼ってくださいお願いしますって一番言われるところは腰なんですよ、うん、あ腰だから見えないからわからないけど、お願いしますって言ってこうやって腰に貼って、で膝その時の気分でつけたりつけなかったりなんだけど腰には貼ってるっていう、ほぼほぼ、あそうなんだ、だからすごい腰が人気 で,、でこの、ちょっとね恥ずかしいんで見せられないんですけど、ここに仙骨っていうのがあって、仙骨、そう、ここに昔こあ、ね、あの尾っぽがあったであろう尾てい骨の上にペットボトルの底ぐらいでこうやって仙骨ってやって、はいはい、で腰の骨がこうなってるんで、まあ腰って要って書くじゃないですか、うん、まさにここが要になるんですよね。でそこにさっきの V テープのこのつながった部分がピタッときて、そこの皮膚をグイッと浮かしてくれるので、うん、ガチョウさんってこの前屈って硬い人硬い、あいいね効果出やすいでどんぐらいかやってみましょう、はい、でこう膝を絶対曲げないっていう、膝を絶対曲げないね、はい、絶対曲げない、で手がどこまで行くかなってやって、はいはいはい、そんな感じですよね、うん、はいはいはい、ギリ届くかなってね、はいはいはい、でこれでぐーっと前屈してもらって、とにかく丸くなるのがです、基本的に皮膚と筋肉をいっぱいに伸ばした状態でテープを緩めず貼りますと、はい、でここ仙骨、はい、で仙骨に貼ります。で仙骨ね、疲れてる人は独特なむくみが出てますね。僕は出てます。むくみ出てないです。腰丈夫そうですね。ね。で、これちょっと見えないかもしれないけど、背骨の両脇の起立筋と言われる大きな背中の筋肉の峰に沿ってこう1ミリも伸ばさず貼る。立ち上がります。立ち上がりました。ここ触ってトタン屋根のようにめっちゃシワが寄ってるんですよね。はい、このシワがビュッと皮膚と筋膜をリフトアップするので、この下の筋肉に血流が流れたり、自前の皮膚と皮下脂肪でサポーターを作るんだけど、それが自在に動いてくれるっていう高機能サポーターをニューハレで作れるってことなんですね。こうやって疲れてこういう走りになった時に多少なりともこう貼っとくと、そこがそうそうそう、で引っ張るんじゃなくてね、それで緩むんで本来の筋肉のこう運動をしてくれるっていう、なんかファイトをいっぱいつって 120% のあなたにっていうのはならないんですよ、うん、だったら僕フルマラソン4時間で走れるじゃんってなるけど、僕はもう8時間ぐらいかかっちゃうんで、貼った後の前屈がどこまでいくかっていうのをやってみましょうか。止まれて、あ、行くね、行く行く、はい、3センチ、4センチぐらい行くようになりましたね、はい、グーって持ってもらって、しっかりグー、はい、で、こういうふうに膝の動きと一緒ですよね、うん、で、ここに一番折れ曲がるところに指を置いていただき、親指をね、はい、で、肩の方へほんの2ミリぐらいスライドさせる、これが伸ばしたテーピングと一緒ですよね、ここの皮膚が突っ張る、ほんの2ミリぐらい、ほんのこんだけです、うん、で、ゆっくりノックしてください。ここ突っ張るでしょ、さっきすごい突っ張る、で、置いた親指がクイックイって持ってかれるでしょ、持ってかれる、この持ってかれるってことは骨に筋肉がついてて、縮んだ筋肉は付け根を持っていくっていうことと一緒なんですよ。だこれが、筋肉の付着物の原因、うん、要は走る前は痛くないけど走ってる途中か後に痛くなる膝痛は、うん、このことが起きてるわけですよ。引っ張られちゃうとか、そう。ああ、そうなんですね。で、今度は膝を90度に曲げて貼りましたよね。はい、わかりました。で90度と言わず、こういっぱいに曲げます。今度親指を振りにして、で、親指を置きます。置きました。そうすると元へ戻すと、ここにシワが寄ると思うんですよね。これがこのシワと一緒です。一緒なんだ。あ、うん、で、ノックしてみてください。めっちゃ動かしやすいです。動かしやすい。これを再現してあげる。要は皮膚と筋膜ってものすごい優れものだけど、やっぱり抵抗になってるんですよね、うん、
伸ばして貼るってことは、星ヒューマの大リーグボール養成ギブスをテーピングで作ってることと一緒になるんですよね。伸ばして貼ると、はい、伸ばして貼るってことはそれこそそのガチッと固めるサポーターの領域と考えて、うん、こうやって守ってあげましょう。要はこれ以上動かなくすれば痛みが出ないでしょうってことで守るっていうのが伸ばして貼る。ニューハレの場合はそもそも違和感が出る筋肉って縮んでいる、要はこうなっちゃってる筋肉をここへ戻してあげようっていう動きと、皮膚と筋膜自体の抵抗をなくしてあげてスムースに動かしてあげようっていうことで伸ばさず貼るっていうことで、もう一個はパンプアップ、よくこういうふうにグイッてやるとこうなるんですか、筋肉って使うとこう太るんですよね、グッと。だからこうグイッとなったりサイズアップするんですよ、血流とあれで。ってなった時に皮膚と筋膜もこうやって押されるんで、うん、それまたテープをしておくと筋肉がパンプアップしたところでもちゃんと皮膚が確保されてるんで、動きが、はいはい、そう、それが筋膜滑走って言い方なんですけど、そう。そこでやっぱりこうビタッと張っちゃって伸ばして張っちゃうとそれをこう押さえちゃう、うん、だからズボンをねこうやれば、ズボンわかりやすい、ね、ズボンね、こうやこれで走ってるのと一緒なんで、伸ばしてやると これもちょっと伸縮するんで、これでいや走りにくいでしょ、筋トレやってることと一緒になっちゃうんで、パワーダウンするんですよね、伸ばして張る、伸ばさずに張る。そう、おすすめはまあここと、はい、ここ腰、はい、ということで、はい、はい、次は X、うん、あのね、最近、うん、トレランだけじゃなくて、うん、僕あのロードでも使うようにしてるんですよ。それはなんでそんな心変わりが起きたんですかあのね、うん、これ、まあ、ベイパーとかのいわゆるカーボンシューズを履くときに、うんうん、あのね、まあ、当然カーボンの圧力というか下からの反発、ね、反発で行ってほしくない方向に反発しちゃってる感じがあるのと、 あとは、うん、着いた時に、ミッドソールが結構反発素材使ってるからぐらつくんですよ、ぐにゅっと厚底ゆえに。 X テープを1枚、うん、下から上、あ、まさに、あ、これ今重なっちゃってるけど、この白い方の、そうですそうですそうです、こういう風に、うん、あ、それをやってます。なるほど、はい。それは先に答えを言われてしまった。マジですか。まあそういうことでやってみましょうか。まだご存知ない方もいると思う。これはね、やった方がいいと思う。はい。X テープのビフォーアフターどうすればいいのってことをすると、はい、こういう感じのこのかかとがグラグラってする感じ。かかとがグラグラってする。はいはい、しますね、はい、ミシン目が4箇所あるんでバリッバリッバリッってやって、これつながった部分だけ離す。これが成人のかかとの幅ぐらい、だいたい6センチになるんですよね。でかかとを持ち上げていただき、かかとの下へ引いて踏んづけていただく。でアーチってここなんで、うん、ここを持ち上げるイメージあるんですけど、はい、ちょうど骨組みたいな、ここ細かい骨を持ち上げちゃうだけなんですよ、うん、くるぶしの下をぐっと持ち上げるとこう潰れたアーチが整うんですよね、ここだけ持ったら。同じことが起きてですので、うん、やる前に指でぐっとここのアーチをくるぶしの真下を持ち上げて、うん、本来のアーチ、そうすると親指がちょっとね縮むというか、指で上げるんですか。そうそうそう、指でぐって上げる。でこの時こうなってちゃダメです。ここ地面から90度、これで綺麗なアーチ、あ、さっきより綺麗になってましたね、綺麗なここがくびれができましたなってから、くるぶしを隠すように斜め後ろにこういうふうにして、うん、でテープの端は持たず指でこういうふうに、うん、テープの端からここ持っていっぱいに引っ張ります、パンパンに、うん、このまま貼っちゃうとここが水ぶくれになってただれちゃうので、いっぱいに引っ張った後、うん、指の太さ1本分必ず緩めて貼る、うん、で下から曲げる、うん、で今度はこれは地面から垂直にいっぱいに引っ張って指の太さ1本分して、うん、今度こちら側もくるぶしが隠れるように斜めにいっぱいに引っ張って指の太さ1本分して貼る、うん、
この指の太さ1本戻すことが可動域というその固めすぎない自由度が生まれつつ、うん、でちょっと伸ばしているので横ぶれがない固定力が生まれる。おあこれで完成。これはやっぱりあれですか、固定用だから引っ張るっていう。そうです、はい、くるぶしより下の部分で形を矯正するようなものは伸ばしてはるってこと。あそうなんだ。さっきあたさんがこの、はい、こうやってやっちゃダメとかこうやってやっちゃダメとかってまっすぐにしたらいいって言ったのは それはどういう理由があるんですか。足首要は直立した状態で要はそれがニュートラルなんでそこでそうかかんやしないとこうなってると斜めに固定しちゃうんでやっぱりここで、もう一つは地面からここが垂直なこと。なるほど。もう一個はこっちのこの角度も大事で、これは実はすねじゃなくてアキレス腱が地面から垂直、この時が直立した時の垂直なので、そこの90度を守ってこれで貼るとそこにニュートラルに居続けてくれるので出てるね。だからそこはこう貼るときね、やっぱ頭こういう風にしちゃうんですよ、ね、頭の方が偉いからお前膝ちょっと邪魔だ、ちょっとどいとけ、ね、こうなっちゃうともう、崩れちゃってるから。そうなんですね。そうそうそう。じゃあポイントはこう押してあげて、押してあげて戻して、あっこれ、これ大事ね。ここあそれやってなかった。ここ確かに走るときってこの姿勢ですからね。そうこうは走んないから、うん、ちなみにこれ今1枚じゃないですか。1枚でトレーナーするときは、うん、僕は2枚巻くんですけど、あこうやってね、はいはい、巻くとしたらどうやって巻くかを教えてもらってもいいですか。あ2枚目よ、ね、2枚目、2つ目同じ形の X テープをバリッバリッ、このバリッバリッって気持ちよくないですか。好き、うん、バリッ。 X テープいいところは、はい、こっちに伸縮するけどこっちに伸縮しないんです。へえ。パンパン伸縮しないものが帯状に来るから全体的に固定できるってことになるんで。なるほど。ここでここからこうしてここがね水ぶくれになっちゃうんですよね。すごい痛くて、あこの角度がちゃんとしてない、はい、だから実はこのちゃんとしたニュートラルって膝小僧を真下に落としてくるとこの中足骨と言われる足の甲の真ん中ぐらいのところがニュートラルなんですよね。実は案外膝ちょい前みたいな、うん、この状態で貼る。そうで、ここから地面すれすれに来てかかととアキレス腱に貼ってあげたら、これで親指の付け根に向かっていっぱい引っ張って指の太さにコントして貼る、うん、でここ持ってないからここが剥がれやすくかぶれやすいから撫でるだけまず、はい、で反対側今度下下上上っていうバランスでやっていきます。下下上上ですね。で小指の付け根に向かっていっぱい引っ張って指の太さにコントして貼る、はい。今度こちら側は、足首へのテーピングって昔ながら その骨折したかもっていう応急処置で足首をどの方向にも動かないように固めるということがセオリーであるので、うん、ここへ貼りたがるんですよね、みんな、うん、分かる、はい、そう分かる。でもトレランとかランナーはこの走ることで縦の自由度は良くて横ぶれだけいらないということなんで、ここの皮膚をフリーにしてあげることが大事なんです、うんうん、そうするとV ネックの首元と一緒でここをフリーにしてあげる、テープがない状況にしてあげるんですね、うん、難しくなくて、うん、地面から水平に持ってきていっぱい引っ張って指の太さを戻して、うん、これをこう倒してってテープのこの中央が内側だったら小指の先端へ行く方向になったらもう足の甲に貼っちゃう、うん。こちら側は親指のいっぱい引っ張って指の太さ一本戻してこうしたら親指の先端の方へ来たらもう貼っちゃうということで、割とこういうふうに鋭角にこう巻くんじゃなくてこういうふうに。なるほど、はい、で八郎さんの場合はちょっと足が大きいのでこのぐらいしか交差しないんですけど、はい、僕とか女性とかだと大体ちょうどこう先端と先端ちょうどこうなるよって感じになる。なるほど、うん、でこれで大事なのが剥がれにくくするために指ではなくて手のひらでぐっとしっかりもうこうやって圧着する、うん、ギューッ、そうすると剥がれにくいです。うん、はい、でゆっくり下がってゆっくり上がる時の安定感、はい、あ
で今度はかかとを着地しない足首をよく使ったジャンプをしてみてください。足首を使ったジャンプ、うん、こういうふうにピョン、まあ、ふくらはぎを使ったジャンプというか、で張ってない方をやってみてください。こっちVテープ貼ってるけど、何を見るかって足の裏の筋肉の使われ方、あ足の裏とふくらはぎの使われ方がこっちが楽じゃないですか。こう楽、いい意味の筋肉が硬くてバネになってくれてるから、うん、こっちはふにゃふにゃっとこう、そうですね、うん、そうですね、なんかぐらついてる感じはあるんです。はいはい、でそこで足首を固めただけで足の裏とふくらはぎの筋肉をこうブレを抑制する筋力を使わなくて済むようになったので、本来の縦の動きだけに使えるようになるので、その省エネになっていくんですね、足の裏とふくらはぎは。そういうことか、はい、だから本当さっき言ってたようにカーボンが入ってます、厚底ですっていう、あの新しい時代の靴に対しての反発を縦の前に転がる縦の動きだけにしてあげるのには、ああ一方向ね、そうこういう風にならない、そうそうそう、でせっかくのジャンプ力をね。でよく表現するのが、あのゴムボールにたくさん空気が入ってると、うん、ここからポンってやってここまで来たら空気入ってるよ、うん、で空気ないとべちゃっと弾まない、だから足首が緩いって空気が少ないボールと一緒なんで、でこれ空気穴がないんで、うん、足首空気入れれないじゃないですか、うんうん、その代わりにテープを貼ってあげることで弾む棒、足首ボールにしてあげる。そういうことなんだね。だからまあ話戻すと、そのいくらこう何反発して跳ねる靴を履いてても、うん、こっちの土台でグニャグニャってなってたらショック吸収しちゃうんで、うん、そう、その道具をうまく使うっていうことでも X は重要だねと。でもう一つは、まあ、同じことですけど、自転車のタイヤにたくさん空気が入ってると自転車が軽いじゃないですか、うん、それと同じことが起きて、そのたくさん空気が入っているタイヤと一緒なのでよく転がる、走るってまさにこうやってポンとして転んでいくんで、うんうん、コロ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 っていくようになる。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ロードにこそ実は X テープ、